朝食について見直そう週間運動これはです、ね、福島県教育委員会が行っているもので毎年6月と11月に児童生徒の皆さんがきちんと朝ごはんを食べているかなどを調査しているんです。 現在ではその子どもたち何パーセントの生徒がしっかり朝食を取っていると思いますか。どうですか。八割ぐらいは取ってるでしょう。持っていいかな九<ー>割ぐらい。私も学生時代は食べてたから同じで九割ぐらい。そこは強気でいいですね。九割ぐらい。<分>じゃあ結果どうなんでしょうか。こちらです。はい、ね、こちらお二人とも大正解。九割以上の方が食べているということなんですね。これは六月に行われた朝食について見直そう週間運動の結果です。えー、詳しく見ていきますと小学校は九十 中学校は95.8%高校生は91.2%。うんうん 全体で見るとまあこちらはですね88%から100%の中であの書かれていますので全体的で見ると高校生比較的少なくなっているように見えますけれどもそれでも90%を超えていますよね、うんうん、斉藤さんこの数字いかがでしょうやっぱり育ち盛りだからね食べないとっていうか皆さんしっかりね実際食べているなという印象ありますよね、うん、ただこちら県教育委員会の方に伺うと 満足していないと。えー、これでも。はい、はい、話していたんですよ。例えば小学生で見ると98.2％、これは100人に2人くらいは朝食を食べていないことになりますよね。高校生だと100人に10人近くの子が食べていないことになるので、うう規則正しい生活をするためにも100％を目指したいんだというふうに話していました。 では、なぜそこまで朝食が重要視されるのかということで改めてその朝食の大切さについて考えていいいきたいと思います、はい、あの日野さん、なんかイライラするなとか集中力がないなと <laughs> いう日ありますね。 今日もちょっと集中力なかったですね日中 <laughs> 今日も実際なかった, <laughs> っかったそれやっぱり<実際> <laughs> 今日朝ごはんを抜いていたからそんな日は朝食 <laughs> 抜いていた日だったかなっていうことがあるかもしれません<ー>農林水産省によりますと朝ごはんを抜くと脳のエネルギーが不足してイライラしたり集中力が低下して勉強や仕事がはかどらなかったりするということでこれよくわかるあわかりますか、うん、私予報業務やるときに、はい、朝飯抜いたら 次の日外れてたり。<laughs> <laughs> じゃ、もう毎日だっ食べてくれ。もう食べないという。汗この大切さを実感しているということ、実際に脳のエネルギーが不足してしまっているということなんです。ただですね、前日夜ご飯はちゃんと食べたのに、なんで朝そうなるんだろうって思う方もいるかもしれません。その原因はですね、私たちの脳はブドウ糖をエネルギー源としています。このブドウ糖、寝ている間にも使われているんですね。<ー>ですので、夜ご飯をしっかり食べても、朝起きた時には脳にブドウ糖が足りず。朝の脳はエネルギー。 肝状態と,ということになるので、ですので朝食を抜くと勉強や仕事に影響が出てしまうということになるんですね。はい、学力と朝食に対して気になるデータがありました。続いてこちらをご覧ください。え朝食摂取と学力調査の平均正答率との関係を表したものです。国語と算数の平均正答率。 朝食を毎日食べているどちらかといえば食べている全く食べていないなどありますがこれ見てみていかがでしょうかはあ、はあ、もう一目瞭然じゃないですか、うん、こんなに差が出るんですか、うん、でそう差が出てますよね、はい、国語も算数も朝食を毎日食べていると答えた生徒の正答率が明らかに高くなっていますやはりこうした結果からもしっかり朝ごはんを食べてやる気や集中力を高めることが学習能力を上げるためにも大切になってくるんじゃないかなと 県内では授業に集中してもらおうと、朝食を提供するサービスを行っている大学もありましたこちら、学生たちの憩いの場所である学生食堂です。時刻は午前8時と、まだ朝なんですけれども、たくさんの学生がもりもりと朝食を食べています会津大学の学生食堂で2016年から行われている朝食の取り組み。 現在は一月千五百円の定期券を購入すると平日は毎日朝食が食べられます。千五百円。嬉しいですよね。本当に助かりますね。もう一元二元でも食べた後だとじゃ元気になると思うんで助かります。今まで作ってたんでこっちの方がコスパいいかな。 食生活が乱れがちな学生をサポートする取り組みですメニューは和食、洋食、カレーの3種類普通に頼むと1食400円近くかかりますが定期券では85円ほどで食べられるという計算ですいい日野さん1食100円切るなんて嬉しいです、ね、いやあの大学生の時ってアルバイトで入ってくる収入って <laughs>、はい、あの限りがあるじゃないですか。うん

ご飯を食べる習慣と幸せ度と生活満足度との関係性を表したものになっています朝食を毎日食べている人がオレンジの部分なんですが生活全体での充実度を見てみますと65.4%、うん、週2食しか食べていない人は53.8%という結果でしたで、ね、その他にも経済的な満足度や仕事への満足度を見ても朝食を食べる人の方が自己採点高いことがわかるかと思います、うん またもう一つのグラフを見ていきましょうこちらは幸せをを感じる時について調査をしたものです家族と過ごしているときや旅行に出かけたときいろんなものがありますけれどもいずれの場合も朝食を毎日食べている方の割合が高くなっていますよね。 調査を行った東北大学の川島教授によりますと幸福を感じる基準にも朝食習慣が影響しているということです朝食習慣のある人たちは家族との関係や健康など精神的な幸福を感じているとる一方で朝食習慣のない人たちは経済的な余裕といった植物的な幸せしか感じることができていないとも読み取れるということです。いいいですけどね朝食台浮いて <laughs> 朝食食べないといいただ、心の満足感は、まあ、こうしたアンケート調査からは結果が違ったお腹、うん、の満足が心の満足にもつながるんだね。<ー>ということかもしれません、うんいいね、うまいこと言いました。でさらにです、ね、川島教授は続けてこんなこともおっしゃっていました、気持ちが落ち込みがち、仕事がつまらなくなってきたなどと感じる人は朝食習慣を見直してみてはいかがでしょうかということでした。たかが朝食されど朝食食食されなと思います、うん、食べよ